しかも保存するの忘れた。ちょっと待ってなんだよ、間違えて今保存ボタンは押さないで消しちゃった。三景園です。よく写真に出てくるところですね。すみません、突然ですがもうここで帰りますちょっと人も多くなってです、団体さんが来ちゃったんで、これから横浜の方面に向かいますが、歩いていきます。バッテリーが持つ限りこのまま続けていきますすごいね、すごいね、この団体の数。こんなに人が来ちゃった。じゃあ皆さんどうぞ順番に。販売会は3月7日までやってます。じゃあトゥーさんどちらでしょう、こっち。あ、こっちの方がなんかお店いっぱいあるじゃん。ね、なんかそこがなんかちょっと面白そう。面白そう。お土産物、駄菓子屋さん。駄菓子屋さん、駄菓子屋さんじゃないんだけど駄菓子屋。ほい、小島屋。気がした以前の記憶だ。小島屋、おせんべい屋さん。だね。もうそうですね。壊れちゃう。大丈夫大丈夫。250円、5枚で。5枚いいかな。はいどうも、いってらっしゃい。あ、ちいさんぽも来たんだ。ちいさんぽ来てますね。ですって。食べないで噛んでたの。食べないで。食べないで。食べないで。大福もあるよ。まあ、うちらさっき、ね、中でお昼済ましたので。あ、たい焼きがある。たい焼き、じゃあたい焼き食べましょうか。こんなでもほっこりまんみれ大丈夫この店誰もいませんね、たこ焼き屋さん。おばちゃんがつつく。買ってくの？あ、いいでしょ。あと、あ、じゃあ、あ、じゃあ、あんこで。あんこでしょ。今焼いてないですよ。出来上がりだけどね。あ、じゃあ私、持って。たい焼きを。ツーさんに買ってもらっちゃいました。おはようございます。あ、お釣りね。よし、じゃあ行きます。あんこ子供があんこ、あんこね、よほども食べたいんだよね。あ、これ、いや、このたい焼きは柔らかい。柔らかいね。ふる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 って。いや、もうちょっとしっかり焼いてよ。すごい柔らかいこれ。うん、相当時間経ってますね。ただね、生地が厚いです。あんこが少ない。カステラ食べてる感じですね。ベビーカステラの中にあんこが入ってる感じ。うん、こんな感じだね。あんこ少な。だって、だって紙に写しましょうか。こんなんですよ、こんな。ほとんどカステラ。生地はそんなに甘くない。いや、カステラは
あのどっか好きなカステラ屋さんってあります？あ、カステラじゃないや、たい焼きが。新世界です。それどこ？これは博楽にある。私はこの間も行ってきたけど、四ツ谷の若葉っていう昔からある老舗のたい焼き屋さん、あそこはうまいですよ。今ちょっと食べたいのが白いたい焼き。さっき多い ね。初めて見た時それだけじゃないね。なんか魚くわえた猫みたいな。一応猫ですから。ちょっとすみません、口の中にいっぱい入った。ここすごい綺麗に咲いてる。なんか中より綺麗かも。中より綺麗に咲いてますね。なんだろう。手入れの仕方？あ、ここもここ8分ぐらいもう咲いてる。なんか違うの？なんか違うのかね。三軒の方は五分咲きぐらい。これはどちらに？まっすぐ。平等院でずっと右に。はい。なんかしやすく。はい。迷ったら。はい。これは桜並木ですね。はい。あ、バス停がそこにあって、バス、ヨーハマイクはバスで来ることですか。なるほど。じゃあこのバスはここに止まるわけだ。これ何行き？市民公園行き、本牧市民公園行き。どっから出てるのかは調べてください。投げっぱ私には今ここでは分かりません。この辺も人が多いんだろうな普段。面白い形してるね。体育館みたい。タッカーみたいな形したアパートかな。違う、公共住宅って書いてある。マンション、マンションだね。体育館本当にあってる。え、飲みます。知ってる、方向音痴。え、ちょっと待って。方向音痴はちょっとそれ道任せらんない。大丈夫。GPS 付きで。困った時の iPhone とか。そう。そういうこと。大丈夫ですか。大丈夫。俺の勘はあって。ああ、方向音痴の勘が怖い。大丈夫。自信持って迷える。あ、銭湯じゃなくて、バッテリーがないので止めちゃいます。